懐かしい。ゲージにコブラがいっぱい入っとった時やろ。あれあったわ。いやいや、いやさ、なんかインドネシアのなんかそのなんか下手物屋さんみたいなのがあって、店前にね、なんかゲージみたいなのがこうあって、黒い網網ので、なんかがもぞもぞめっちゃしょったっちゃん。何入れて店前置いとっちゃろうと思って見たら全部コブラやったったい。いや、怖っと思って普通に。なんか、隙間あるゲージにコブラ詰めんなと思って。で、めっちゃ切れとっちゃう。みんなピシューみたいな。ピシューみたいな。みんなブチ切れとって。そらそう。待って。で、なんか、コブラかよみたいな聞いたら、コブラだぜみたいな。で、一匹出してやるっつって。店主が一匹バッて出して。で、そのゲージの屋根を、なんか、まな板代わりにして、コブラの首、バーンってさ、切り落としたっちゃう。したら、あんな切れ取ったコブラ、シュッ、もう、一瞬で萎えて、何事もなかったかのように、下でおとなしくなっとって、あ、やっぱわかるんやと思って、同種が、今、ぶっ殺されたらわかるんやと思って、なんか、ちょ、感動したな、あれ。めちゃくちゃおとなしくなって、そう。静かになってたわ。やっぱわかるんやろうな、こういうのと思って。ね、コブラにも恐怖心ってあるんだなと思ったの。ね、察しいいよね、動物って。いや、コブラ側からしたら鬼怖いって普通に。持っていかれた後。屋根で。頭落とされて。私不定期やね。やばすぎる、足で。俺ヘビ別に触れるよ。噛まれて死なんやつなの。